爪で困ったことはありますか？普通に実際にこうプレイしてる時に結構走ったりするんで、その踏み込んだ時とかに爪に負担がかかって、それで爪が剥がれたりとかがちょっとしょっちゅうあって、すごい痛みとかで困ってました。ネイルテープを使ってみた感想はどうですか？ネイルテープ使ってから爪をすごい守ってくれるので、痛みとかもないし、剥がれることもなかったし、それで結構自分そういう不安事がなくなったので、集中してプレーに取り組むこともできました。爪で困ったことはありますか？ボールを扱う競技なので、爪が割れて思ったところにボールをコントロールできないとかで困ったことはあります。実際ネイルテープを使ってみてどうでしたか？爪が保護されたので、ボールに引っかかることがなくなってコントロール力が上がりました。何の競技してますか？陸上の長距離やってます。何か陸上をやってて爪に困ったことはありますか？爪が割れたり色が変わったりして、それが嫌です。この補強コート使ってみてどうでしたか？とても塗りやすくてすぐ乾くので良かったです。あと爪も割れたりっていうのが極端に減って良かったです。